またいました。今度は地面の方にいます。あの鳥、なんか食べてる。みるみるランド、あそこなんかちょっとねステーションっぽいので行ってみたいと思います。はい、今バス乗り場の方にやってきました。ここはなんかいろんなバスがね止まってます。これもノンステップバスだね、カナダの。待合所がこんな感じで。なんか中の屋根も木でいい感じです。ああ、いいね。ちょっと今上に登ってきたんですけど、こっからの眺めも気持ちいいね。あそこが今言ったショッピングモールです。じゃあちょっと駅の方見てみましょう。カルガリーの家はなんかね、作りがほとんど一緒なんだよね、全部。似てるって言ってました、うん、同じように作ってる。ランタンの方はなんか昔からあると、カルガリートランジットエントランス、ここでねチケットを買って下のホームに行って乗るっていう形ですね、うん、そしてここがホーム。This train settled town. ランドルっていうところなのかな。こっちの方はもうね住宅街みたいになってるんですけど、なんか団地みたいな感じなのかな。そうですね。なんでこんなに柵があるんですかね。なんだろうね。入っちゃいけないっていう、まあ、私有地的な感じで。カルガリーの日常風景です。日常風景、確かに。でもなんか木がねいっぱいあっていいですね。いいよね。で多分この97って、ここの97、一棟がこのお家、うんうんうん、一棟っていうか、そうですね。でこっちもここまでっていうこと、ね、そう 1,2,3 階建てなので、多分こう上でこうつながってるんだと思いますね、うんうんうん、はい。日本だとね普通お一つの部屋に一つのあのドアがついてるんですけど、うん、まあ、ここは、ね、3階建てだけど、そこが、ね、ちゃんとスルーできる、ウォークスルーできて、そこ一軒家みたいにして使えるような感じになってるってことですね。3階までだとなんか余裕があっていいよね。ね、いいですね。また芝生のある、ね、お庭とかあって、うん、羨ましいです。土地がいっぱいある感じしますね。静かだね。平日の昼なので、多分めっちゃ静か。皆さん、うん、お仕事に出てるかと思います、うん、あ、でね、フォーセールって書いてあるから売りに出されてますね。あ、ね、あれ、ウサギじゃないですか。あ、本当だ。ウサギがいる。普通にいるよ、ウサギ。飼ってるんですかね。飼ってんじゃない。ウサギ発見。気はつけてないですけど、しかもあのウサギ、足が長い。わへー、いいね、自由で。なんか大きい。おお、早い早い早い。行っちゃった。行っちゃった。めっちゃ早いな。はい、今度ね、こっちまた違った感じの住宅地出てきました。なんか戸建てっぽいね、こっちはね。そうですね、ちょっと戸建てっぽいですね。うん、で車もね、止められるスペースとかもしっかりある感じ。うんうん、これがいいよね。これ日本にはなかなかないね、こういうとこね。あ、あれ何何あれ。あれリスじゃないですか。リス。はい。そう、リスはねこっちすごい多いんですよ。で、あのアランさんに伺ったら、リスは日本のスズメみたいなものだよっていう。もういっぱい見たよね、こっち来てね。いっぱいいます。うん、可愛いです。常に日本人だと慣れてないから、あ、リスだ、あ、リスだってね、すぐねリスに反応するんですけど、こっちの方はねもうねリス当然みたいな感じです。綺麗に芝生が手入れされてます。必ずね、こっちの家はやっぱり冬寒いみたいなので、うん、暖房にね、暖炉を使ってるみたいですね。うんうんうん、
根に必ず煙突が出てます。なんか冬のもいいなと思って、冬になったらそこからね、こうもくもくと煙が出てて、そしたらそれはそれですごい絵になりそうだなって思う。めっちゃ絵になるな、うん、あのもこっとした木の感じもいい。めっちゃカットしてありますね、あの木。面白い。お家の前にソファーとかあるのもすごい、うん、あれいいよね。素敵、いいですね。はい、そしてなんか公園かな、子供たちが楽しそうに遊んでます。この道の広さがすごいんだよな、ね、これはあ、これポストかな、これなんだろう、ポストだよね。ポストって書いてありますね。どういうことこれ、数字。公園の中入ってきました。公園行きましたね。すごい気持ちのいい公園、子供たち遊んでますね、うん、いやあっちはなんかフィールドになってて、多分サッカーとかできるのかな、うん、すごい楽しいです、ね、うん、気持ちよさそうだな、うん、こっちの方はね、戸建てになってて庭もね、ちゃんとあって、こっちもいい感じですね。何かさ、観光地じゃない普通の住宅街もうちらにとっては観光地のような感じで新鮮で面白いです。新鮮ですね、はい、そして、ね、歩いてても気持ちがいいんです。そうそうそう、すぐそこにまたバスケットのコールが出てきたりとか、なんかの学校だね。スクールとかでもそう。オードン記念スクール。家の前に番号が書いてあって、152とか。ねえ、なんかそれが一個一個違ってまた、デザイン性があっていいですね。うん、見てて面白いです。なんか鳥がいます。ね、他なかって。何鳥だろう。またいました。今度は地面の方にいます。あの鳥。なんか食べてる。ミリミリランド。はい、カナダはもうこれで最後ということで、カルガリーの空港までやってきました。はい、今ね、もうちょうど到着したのがインターナショナルデパーチャーっていうところで、はい、こっからドイツに飛んでいきたいと思います。次はドイツ次はドイツへ行くぞ、行くぞ。では空港の中に入っていきます。カルガリー空港、おお、広い広い、こんな感じです。広々してますね。なんていう空港会社？多分コンドル。コンドル。コンドル。コンドルというのに乗っていきます。はい、今ですね、こちらでチェックインが終わったので、これからね、この下に行って、ちょっとね、このエアポートの中を見てみたいと思います。すごい広い空を多分こうやって見られるのは、今日が最後なので、もう本当に今回のカナダの旅行では毎日こういういいお天気に恵まれて、最高の天気に恵まれました。はい、そしてね、このお天気がいいだけじゃなく空がすっごい広いんですよ、うん、で自然が雄大だったので、もうね、この景色見納めだなと思うとかなり寂しい感じがするんですけども、これからねドイツに向けてまたワクワク飛んでいきたいと思います。ではね、中見ていきます。はい、こんな感じで2階に降りてきました。2階もね、すごい綺麗ですね。綺麗で広々としてます。ここにスターバックス入っていて、ATM があったりですとか、あそこにね、滝がシューって流れてますね。はい。で、こっちもすごい広い感じですね。あそこにカナダって書いてあります。あとね、こっちもすごいね、馬の綺麗なね、なんだろう、すごい素敵ですね。すごい躍動感がある馬います。で、ここがね、何でしたっけ、カルガリーのマークですね。カルガリー空港です。あ、そしてここでちょっと記念写真を撮っていきたいと思います。
はい、もうちょっとね向こうの方に行ってみようかな。こちらなんかバーというかレストランというかありますね。こんな感じで、こんな感じのレストランがあります。あ、はーい、わー、Hi. Welcome to Canada. Hi. Yes, Canada is very good place. It's wonderful. Yes, we think so. Yeah. Thank you. Yes. こちら側、あれ面白い飾りがありますね。ちょっとグレーシャー氷河を思い出すような、なんかそういうイメージなんだろうね。思い出すような感じの。あとね、木とか、ね、そういう感じですかね。すごい素敵ですね。でこちら側に反対側がインフォメーションですね。はい、インフォメーションがあります。で、あそこはなんだ、お花屋さんかな。お花とかお土産とかカナダのグッズが買えるところです。こんな感じのエアポートでした。はい、はい、ですね、今荷物チェックを終えて中の方まで入ってきました。はい、で中はね、中も結構なんかね、カフェスペースとかちょっとしたなんだろう、ショップみたいな、はい、いっぱいありますよね。そしてこちらはラウンジみたいになっていて飛行機が見えています。なんかそう終わりっぽい。ここ何、ここなんか大人の雰囲気、バーみたいな感じかな。皆さんワインとか、うん、されてます。そっちもなんか違う、うん、ここはなんかコンビニみたいな感じかな。トナカイがいます。クマがいました。これぐらいの本当かわいい黒クマがね、うん、走ってる。なんか懐かしい。あんな感じのやつだったよね。ね、夜です。でかい、これも翼が。もう8時40分です。46分。うん、ミルミルランド。はい、ドイツに到着しました。フランクフルト空港、フランクフルト空港じゃない、フランクフルトなんだっけ、空港、空港航空と空港どっちだっけなと。フランクフルト空港です。はい、今フランクフルトで空港の方からこっちの電車の方に来ました。移動してここから電車に乗ってデュッセルドルフに向かっていきます。はい、もうね、初めてのドイツで初めての飛行機から電車への乗り換えということでね、ちょっとねドキドキで、場所最初わからないよって感じだったんですけど、ちゃんと場所が分かったので、次はね電車に乗っていけることになりました。ドイツは暑いです。今フランクフルトいるんですけども、ね、はい、夏でみんな半袖。そうですね、1、28度ってアナウンスがありました。こっちがね、電車乗り場の方なんですけども、なんかこれビニールハウスの中にいるみたいな感じだよね。なるほど。多分あれがキップリバーなんだと思うんだけど、ちょっと見てみる。これが電車のチケットだよね。チケットって書いてありますね。ここで買うんだね。私たちはもうね、もともとついてたので、うん、ちゃんとデュッセルドルフまでのチケットがあるんですけど、でここから乗る電車は日本でいうと新幹線みたいに長距離ね移動するための列車で、ローカルの地元をね走る列車とは違う電車です。ここでね、まあ、ホットドッグ屋さんがあったんですけど、大きいね、クジャスル。ちょっと駅の外を見てみたいと思います。フランクフルト、やってきました。やってきました。フリーウェイだ。飛行機も飛んでます。なんかいい匂いするね。
Yeah. Okay, now.